ねえ、クソおもろかったんだけどさ、コウタンってさ、トアにさ、キャーってあるじゃん、猫のさ、キャーってやつあるじゃん。これあるでしょ、猫の威嚇。トアたちのさ、これ聞いたことなくてさ、パパにしてたのは、パパにしてたことだけあったのね。でも、なんかスバルちゃんがお家来た時とかは全然なくて、であと妹とママが家来た時も何もなくて、アクタンにもシャーしなかったんだけどスイちゃんがコタロウの隣に行った時スイちゃんがコタロウの隣にいた時、コタロウが今までに見せたことのない勢いで何回もやられてて、でスイ、さすがのスイちゃんもごめんなさいって言ってた。ごめんなさいごめんなさいって言ってた。スイちゃんがさ、コタちゃんコタちゃんコタロウくんみたいなのをやって、スススススって近づくと、子たちは全力でシャーシャーしてた。なんだったんだろうね。なんか嫌だったらしいよ。いや、その光景が本当に面白くて、とはさ、腹抱えて笑っちゃったよ。コタロってそんなに威嚇するんだってレベルで威嚇してたからさ、面白かった。